今回は私が気をつけている健康法、年齢も年齢ですからね、ちょっと自分の体と上手に向き合う方法っていうのをこの年になったら大体わかるんですよ。体ってですね、この体と脳とそして心とこの三位一体が大事なんですね。脳っていうのはいい言葉をどん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 自分の脳に与えていくと絶対にその脳は生き生きになっていきます。で、嘘でもいいんで頭がいいとかですね、覚えがいいとかですね、頭が冴えてるとかですね、頭の回転がいいとかね、自分にいい言葉をかけていくと脳って活性化しやすいと私は思ってます。それといつも100から7を引くっていうのを練習していくと頭って活性化していくのかなと思います。100から7引いたら93、86、79、72、65、そういう風にしていくと良くなっていくのかなと思います。それと今度は体ですよね。必ずですね、立って日本足がある以上は立つ時間を長くするということにこだわっています。それと自分の中で1日1万歩は必ず歩くようにしています。だからちょっと運動する時間はないんで、極力車から降りて歩くように、極力時間があれば歩くように、買い物も自分で行くように、自分で体を動かすっていうのを、家に帰っても座らないようにっていうのを気がけていってます。そして大切なのがこの心です。心はですね、心一つの置き所といって、いろんなことが毎日あります。良しも悪しも、その時の受け取り方、受け止め方っていうので人生がですね、180度幸せになるか地獄になるかって決まると私は思ってますので、どんなことがあっても前向きに転換する、前向きに考え方を変えるっていうのを癖づけたんですね。例えば今日体きついなと思っても、今日体がきついのは何かなと思ったら、歩いてなかったねとか前向きに考えるとか、誰からか理不尽なことを言われたら何か自分の落ち度っていうのをチクチクやってくれる人がいるということは、自分はこれから成功するんやねとか、なんか嫌なことがあるっていうことはいいことがある前触れなんで、これからどんないいことがあるんだろうと思ってワクワクして待ってます。だからそうやって前向きにこう転換する、前向きに考え方を受け止める、それで怒ったことにイライラして、本当これがこの世の終わりみたいに心臓バクバクするような生き方じゃなくって、この受け取り方、意味合いプラス思考、前向き、それを癖づけていくだけで人生は運の差が開くと思います。そしてやっぱり人が喜ぶような言葉を投げかける、人に喜んでもらえるような生き方をする、ありがとうと言ってもらえるような生き方をするっていうのが基本かなと思います。その中で誤解されたり理不尽なことを思われたりしても言い訳しないことです。言いたい人には言わせたらいいんですよ。好きって言ってくれる人と、あの人嫌だっていう人と二通り分かれるんですから、嫌だっていう人を気にして生きていくとそんなマイナスのことはないと思います。前向きに生きていくことが一番の健康法です。またねー。